トピカはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の43番艦。艦名はカンザス州トピカにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはクリーブランド級軽巡洋艦11番艦以来3隻目。トピカの建造は1983年11月28日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され。 1986年5月13日に寄港した。1988年1月23日にエリザベスドールによって命名浸水し、1989年10月21日にティモシー・ライヘルト艦長の指揮下収益した。1992年の配備でトピカの乗員は艦に搭載していた食料をほとんどすべて消費した。 オーストラリアに入港する直前、乗組員には、ランチョンミート一切れ、ヌードルと無発酵パンが支給された。1999年の大晦日に、トピカは日付変更線をまたぎ、一度に2世紀を経験した、ことで有名になった。2002年10月に、真珠湾で近代化改修が完了すると、トピカはその母校を、真珠湾からカリフォルニア州サンディエゴへ変更した。 2004年8月にトピカは第7艦隊での6ヶ月間の配備を終えサンディエゴに帰還した。配備の間にトピカは海軍遠征賞と海軍主君部隊賞を受賞した。乗組委員は2004年と2005年に戦闘効率賞 E を受賞したアセストペカフローズインタイム。ありがとうございます。